トランクスは休ませているわ。傷は治したけど、随分消耗しているみたいで、目を覚まさないのよ。邪念場相手に頑張っとったからの。ま、命に別状はないから安心せ。すまんが、次の歴史改編もお前さんに何とかしてもらわんといかんようじゃ。まだ歴史が完全に修正されていないのよ。次の魔人ブーは自制心を失った悪そのもの、一番厄介な存在になってるわ。これが最後の戦いになるはずじゃ。頑張るんじゃぞ。いや、この際どうでもいい。おい貴様、ここへ来たってことは戦う気なんだろう。時間稼ぎだ、協力しやがれ。期待してるぜ。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。オラに可能な限り分けてくれ。頼む。おい、ブーを消すや。これでも多分まだ足りねえぞ。かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あいつ巨人ども、さっさと協力しやがれ。出た。なんでみんな分かってくれるんだよ。飛べ、終わりだ。最後しやがれ。
今度はいいやつに生まれ変わるよ。またな。これで一安心じゃな。早く帰ってこい。トランクスもさっき目を覚ましたところで。待ってください。俺は地獄で見たんです。ジャネンバの他にもう一人ミラの仲間がいました。どういうこと？奴らの狙いはこれまでの戦いで生まれたダメージエネルギーの回収なんです。今もその近くにダメージエネルギーを回収した奴がいるはずです。ゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言っても、喋ってる途中なんだけど。ミラの仲間だ。捕まえて、奴らの居場所を聞き出しましょう。いやいや、ちょっと待って。お前たち、とんでもない時代に飛んどるぞ。それ、ゴッドと戦っておったのは、ゴッドフィルス様なんじゃぞ。こっちは、どうなってんだ。それに、あのカメラのやつ、なんかどうやって。なんなんだい、君らは。いきなり割って入ってきて破壊しちゃおっかな。まだ倒せないの？無茶です。あの仮面の男、かなりの強さ。あの顔はバーダックさん。強くなったようだな。お前の底力を見せてみろ。ミラまで出てくるなんて。クソ、俺も出てきます。こらや、落ち着け。お前さんはこの歴史には出てきてんじゃろうが。また別のやつが出てきちまったぞ。ギル様、デブイラついてんじゃねえか。いつまで待たせるんだよ。おい、お前ら、いい加減にしろよ。うるさい、もう少し待ってろ。言ってくれるじゃないか。僕が誰だか分かってて喧嘩を売ってるのかな。ビルスだ。この宇宙で最強の破壊神。それだけ偉い神。少しは寛大になったらどうだ。僕の力を分かった。待てない。もう我慢の限界だ。そろそろみんな破壊しちゃおっかな。まずいぞ。
全部吹っ飛ばされる。ちょっと待った。時の海王神様、今から奥の手を転送するわ。ビルス様にそれを渡して。これはプリンじゃないか。しかもこんなにたくさん。暴れるのをやめてくれたらそのプリンを全部あげますよ。どうですか。ふん、ま、いいだろう。よし、みんな喧嘩は終わり、プリンタイムだ。なあ、オラにも一個くれねえか。腹減っちまって。ああ、いいぞ。お前も食べるか。いらん。興ざめだな。決着はまた今度だ。私にもいただけますか。足りなかったらまた転送しますよ。たくさん作りましたから。ちょっと待ってくださいね。このプリンはどなたが作ったんです。私ですけど。わしゃあ、腹が、ほら、動けんね。あらら、完全に切れちゃってますね。これはいけませんね。早く取り押さえないと。あなたにも手伝ってもらいますよ。これは太陽を2個壊しちゃった時と同じくらい切れちゃってますね。まったく、時の海王神の料理はすごいですね。破壊神の理性を吹っ飛ばしてしまうとは。それほどでも褒めてませんよ。まったく、面倒ごと起きなさないでほしいものですね。オラも叩けてる。あんなものを食べちゃったんですからね。無理ですよ。あなたはしばらく休んでなさい。大したもんだよ。諦めて降参しろ。はぁ、少しだけ遊んで差し上げます。どうですか。あなたなかなかやりますね。サイヤ人でもそこまでの力を持った方はなかなかいませんよ。いかがですか。ビルス様の次の破壊神になる気は。はい、ストップ。私のターンを引き抜かないでくださいよ。それは残念。
カメハメ。落ち着かれたようですね、ビルス様。こっちもやっと腹の痛みがマシになってきたぞ。すみません、ビルス様、お詫びに今度お弁当でも。やめろ、僕を殺す気か。君の料理はもうこりごりだよ。なんだか疲れちゃったな。帰るか、ウィス。はい。よかった、地球もなんとか破壊されずに済んだみてぇだ。そっちの事情はよく知んねえけど助かったぞ。お疲れ様でした。今回は特にヒヤヒヤしましたよ。まさかビルス様が出てくるなんて、ほんと危機一髪だったわね。誰かさんのせいでの。何よ、私のプリンがなかったらもっと大変だったかもしれないわよ。しかし結局ミラも仮面のサイヤ人も逃がしてしまいましたね。そうね、奴らの手口は分かったんじゃ。もう同じ手は食わんぞ。さて、向こうは次にどう出てくるか。